こちら、サミさん、英文法の時間がやってまいりました。本日の問題はこちら。10秒間でお願いいたします。さあ、正解は、まあ、なんか C のような感じがしますよね。でもこの選択肢どれを選んでいただいても品詞は副詞ですよね。ですから皆さん、品詞という側面からはなかなか絞れない。じゃあ意味を考えるのかと言われたら、実はそうでもないですよね。そうです、空詞の左側 might 点点点 have been 助動詞の過去プラス have 過去分詞、この形を見て、ああ、あれだねという感じになりそうでしょうか。そうです、仮定法でしたよね。助動詞の過去プラス have 過去分詞と言われたら仮定法のサイン。というところで選択肢もう一回改めて眺めてみると、仮定法の中で使えるものが一つだけあったかと思います。そうです、正解は C。 ミス・アドワイス、ミス・意味大丈夫ですね。さあ、皆さん下をご覧ください。アドワイス、品詞と意味、副詞で差もなければ。で、皆さん下にも書きましたが、登場する機会が多いのは仮定法の中ですよね。皆さん、このあたりは皆さんが高校生の時に学習したことかと思います。で、皆さん意味も確認いたしますね。文頭をご覧ください。新しい薬、新薬が子供の命を救いました。で、皆さんどこからと言われたら、皆さん病気からですよね。じゃあその病気が一体どういうものなのかがフィッチ以下に書かれております。で、 Man have been deadly、 死に至ったかもしれない。で、皆さん otherwise 入れていただいて、さもなければ、そうでなければ死に至ったかもしれない。そうです、新薬ができなかったらちょっと亡くなってたかもしれないと。で、そういうような病気から子供の命を救いました。そんな感じでよろしいかと思います。では、画面を書き換えますね。さあ、復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ。で、あとは画面の右側ですね。皆さんの指の上隠していただいて。で、丸1番から丸3番。ここに貼る5個をスラスラ言えるようかちらさっていただけますと幸いです。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いします。